はい、どうもこんにちは。こんにちは。ラジコン東のドスログと、はい、森田です。森田君ですね、はい、今日ですね、以前にも特集したヨコモ BD10、はいね、それのツーリングでの走行の方をちょっと撮ろうかなと思って、ね、前回ドリフトでしたもんね。そう、まあ、ドリフトでもうあのストーリー完結かなと思ったんだけどもうちょっと撮ってみようかなと思って、はい、今また森田君の職場のラジコン天国名古屋店にやってまいりましたっていうふうですよね、はい、森田君の彼女コーナーは去年で終わってるんだけれども復活させたい。なんでまた掘り下げるの。いや彼女募集コーナー復活させたい。まあ来るもの拒まず。じゃあこの動画で500いいねがあったら復活したいと思いますのでよろしくお願いします、はい、じゃあ中行きましょう、はい、そう。これはね、今インナーを再利用するために、うん、これこの中に入れるインナーを再利用できるんだ。再利用するために、うん、中から取り出すんだ。普通みんな捨てるの？いや、インナーは結構みんな再利用しますね。あとリフトで言うならば、オーリングとかを一緒使えます感覚。なるほどなるほど。これダスケプライマーって言って瞬間接着剤の硬化剤です、はい、これを吹きかけると、うん、今瞬間接着剤でタイヤを貼ったんですけど、はい、吹きつけるとすぐ乾くんで、もうすぐ使えるっていう。で、これでもう固まっててくっつかないっていう、うん、そんなすぐ乾くの、はい、便利だね。これ立てます。あ、本当だ。あ、でも森田君ちょっとぬるぬるするはい、はい、今何やってんの。これ今からタイヤを、うん、ちょっとこうサンダーで表面を削って、はいはいはい、新品だと表面がちょっとこうツルツルした部分があるんで、はい、これをまあ少し削って落として、ええ、その状態から使うときっとグリップするんで。はあ、そのツルツルのまま使っちゃうと何、グリップするまで時間がかかるってこと。グリップするまでこのツルツルの部分がその削れるまでに時間がかかっちゃう。どのぐらいかかるの。2、3パックは使わないといけないんだよね。あ、そんなにかかるの。ただそれをやってるうちにタイヤの表面が結局、うん、グリップしないで無理に走っちゃうと表面が荒れちゃうんで、はいはい、なんで最初からきちっとグリップする状態にして使った方が、はい、タイヤのライフもいいっていう。なるほどなるほど、はい、了解です。で、あとでまず真ん中のパーティングラインを落としてますね。で、パーティングラインが落ちてきたら、うん、全面こう綺麗に落としていく。あ、本当だ、これ今上がった。さらってるだけでいいんだ。そうです。少し表面を削るだけですね。なるほど、それやるわ。2、3パックやるんだったらね。なんでこれが削ったやつと削ったタイヤと、こっち新品のタイヤ。あ、本当だ。全然違うね。うん。オッケーオッケーオッケー。はい。おーい。今何やってんの、森田君。これは今ね、車高を合わせてます。何ミリやってんの。このゲージで、うん、前が 4.2 ミリとか、そんなもん。4.2 ミリ、うん、リアは。リアをね、4.6 ぐらいにしようかな。ツーリングってコンマ1単位でやるんだ。そうですね。ドリフト1ミリ単位ぐらいだもんね。あ、そんな大雑把なんだ。そうだよ。基本何ミリでやってるっていうと結構適当っていう人多いからね。できた。うん。
とキャンバーを。キャンバキャンバーですね。そうです OK? うん、これも走れる。走れます。あとちょっとボディの高さだけ。ああ、そっかそっか。うん。材を塗って走るだけ。うん、さあ、もう走る準備だね。そうです。温度は出てるの？これ今そうタイヤウォーマーの温度です。あ、これ50度です。はい、これ100度ぐらいまで上がるもんね。100度も上げたかな。80度かそんぐらいまでだったのかな。あ、そんな。うん、私は100度までウォーマーって上げれたっけ。上がらんよね。だって、うん、浅井さんいつもありがとうございます。いいですか。去年の7月以来の登場ですかね。そうですね。ちゃんとここ使いますんで。去年の7月ってことはもうすぐ1年ですね。早いですね。あ、そうなんだ。あ、そうか。白樺でご一緒したいやつね。あ、そうですね。練習の時一回。そうですね。デイズで。デイズ。レイズで浅井さんがなんかメンテするところは見たような気がする。ドリフトしに行った。でも、あるあわんはもうもっと合ってますね。ここで待ってるし。あ、そう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 。で、あ、そっか。その後、白樺の練習と全日本と。シェイクダウンね。はい。行こう行こう。シェイクダウン。やっぱり、あれですね、新車を走らせるのがちょっと楽しみですね。うん。
はい、お疲れさんです。はい、シェイクダウン無事終わりました。走ってみてどうでした？はい、うん、やっぱりね、まあ、新車なんで、もちろんよく走るんですけど、はいはい、やっぱりまあすごいこう、まあ車がきちっとしてるからなのか、はい、まあいきなり初走行でもまあすごいスムーズに違和感なく、はい、走ることができました。なるほどなるほど、うん、まあいい感じだね。そうですね、はい、まあ、もし今売ってんの在庫あるのかな、それ。在庫はありますね。ある、はい、こういうちょっと競技系のラジコンがやってみたい人には、うん、まあおすすめの1台だとは思います。あ、なるほどね、はい、分かりましたもしよかったら皆さん競技系、はい、興味のある人はね、ラジデンさんとかね結構競技系詳しい人が多いんで、うん、はい、一度来てみて聞いてみてはどうですかっていう、そうです、ね、思いますよね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ちなみに森田くんの彼女募集コーナーはこの動画で500いいねがあったら復活しますって、はい、はい、ありがとうございます。はい。